さまざまなおもてなしを考えてきました。まずは控え室の飾り付けから行ってきます。今から楽天ガールズさんにサプライズで、こちらエンジェルスプレミアムの差し入れに行ってきます。こっそりこっそり。贴在那个白色圈的地方。嗯。私たちも初めて作ります。这是第一次。环游世界。世界一周。赚大钱。本当は、もっとお金が稼げます。身体健康，健康，健康，健康。
スから楽天ガールズさんにおもてなしをさせていただきました。まず今回のおもてなしをさせていただくきっかけとなったのは、私たち4人が台湾に遠征に行かせていただいた時に、すごく楽天ガールズさんがよくしてくださってプレゼントをいただいたりとか、あとは踊りをたくさん教えてくれたりとか、いろんな美味しいものを食べさせていただいたりとか、すごくおもてなしをしてくださったので、私たちも何かどうしても返したいっていう思いがありまして、そこからいろいろ私たちメンバーで企画を考えてみました。はい、はい、この思いが楽天ガールズさんに伝わってればいいなって思います。7回にあの差し入れを持っていた時にすごく喜んでくれたんですね。もうそれが本当に嬉しかったので、これからもまたゲストがいらっしゃった際からは、このエンジェルスから最大級のおもてなしをして迎え入れられたらなって思います。これからも交流していけたらいいなと思います、はいはい、エンジェルスのおもてなし、ありがとう。